2012年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2012年に日本で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2012-2013ISU グランプリシリーズの第6戦である。2012年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2012から2013年シーズンに開催された。 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会。2012年11月23日から11月25日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が宮城県立町の宮城県総合運動公演総合体育館で行われた。今大会開催国の統括団体である日本スケート連盟に対しては各種目で 最大3人の出場枠が用意された。女子シングルポリーナシレッペンが出場を辞退し、スミ未来が追加招待された。アリッサ・シズニーが6月に行った手術からの回復を待つために出場を辞退した。ペア、随分生ハン・ソウ・クミ、高橋・ナルミ、マービン・トラン組が怪我のために出場を辞退し、ニコーレ・デラ・モニカ、マッテオ・グアリーゼ組、 アナスタシア・マルチュシェは、アレクセイ・ロゴノフ組が追加招待された。ケイトリン・ヤンコースカス、ジョシア・レーガン組が怪我のために出場を辞退し、アレクサ・シメカ、クリス・クニエリム組が追加招待された。マリバルトマン、アーロン・バン・クリーブ組が出場を辞退した。各競技の上位成績者には、2012、2013、 ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。